雰囲気は後で変わるみたいだけど、まあ、それでちょっと威力弱まるんだったらまあいいけど。クールダウン長くし、威力弱まってくれたらそれでいいけどね。音が弱いからね。明確にこっちは音のハンデだからね。僕は見てわかる通り、チェイス力は波なのよ。これ言ってんじゃん。パワープロで言うと C とか D だって、本当に波だって。それ以外のデッドバイの必要なセンスが、マジで抜群っていう。回ってんねん、ここ。意味ないじゃん、回ってるから。時間がねえから、なおさらつけるわ、一緒にダブルで。これだけが唯一絆を持ってるから、唯一状況判断ができる。今多分フェンミンが落とされるから、この間に残り2台、ドワイトの分残り、ヒロちゃんの真骨頂、状況判断能力、デッドバイセンス、これにあるのはセンス、チーム状況を良くするための動き、デッドバイにおける10番タイプができる技。
目視する。あ、離れるもん。B、戦わない。チームのためにやる。これを見てフェンミンが偉いってやったらダメ。ロングチェイスしたやつが偉いんじゃない。ちゃんと重要な3代目を回してやったやつで、で5代目の発電機を戦ってやってるやつ、こういう人をちゃんと評価するの。デッドバイプレイヤーはフェンミンの方、長いチェイスの人を評価するから、ちゃんと5代目の発電機にたどり着いたものが正しいんだよこのゲーム。いい、ここは俺が敵を引きつける動きをするか。意味がねえよな。最悪やられてもいい状況を作るか。だから5代目回しはいいものをな。本当に時間の無駄なんだよな。俺を捨てて5代目なの、厳しく言うと。君たちの考えて分かってないんだよ、俺の気持ちを。治療の時間がもったいねえんだよ。で、位置は別々の位置に入る。でもあなたたちが遅えんだよ。だから俺だけこっち側のエリアが、どっち側のエリアに入ることなんだよ。で、縄余裕あるやつがチェイスすりゃいいだろうって話なんだよ。いやーもう同じ位置に入る。ノラはダメだよな。レッドがあった方がいいだろう。回すことが全てじゃない。位置を伝えることも。よし。OK。敵をおびき寄せる。これがヒロちゃんのうまいプレー。敵が嫌がる位置にどんどんやる。体勢整える。誰か治療もらいたいけどな。多分固まってるエリアを。壊れなくなる。おい、何やってんだよこいつよ。こいつが一番ダメだよな。チームの勘だよな。2つのエリアでやるの。給料しかしねえんだろうな。便民のエリアを分けるためにはこっちのエリアで戦うことが優先なのよ。わざとなの、フェンミンのために。
これがヒロちゃんのプレイなの。わざとなんだ。すべてはこれがヒロちゃんのプレイなの。向こうが2つがあるから回るの。俺のプレイは途中まで良かったの。フィニッシュは決まらなかったけど、最後にやっぱり頼りになるのは、人が狙ってるといいなんて、キラーが狙ってるといいなんて、あれ使わなくていいんだよ。最後に頼りになるのはやっぱりヒロちゃん。これや、これや、ヒロちゃん、デッドバランス、夢にまで見た勝利。キラーが釣ったもう5秒後に僕らの勝利が確定。これがヒロちゃん。救助するプレイヤーはダメ、悪質プレイヤー。チーム全体の勝利を願ってる。他人によく思われるとか自分を試すとか自己中心的なんだよ。俺のプレイはみんなの思ってのプレイなんだよ。どちらがかっこいいか、他人に何と言われても自分のためじゃなくチームの勝利を選ぶプレイ。俺がヒロちゃんのプレイ。美しい発電機回し、同じ位置を取らないことだろ、ヒロちゃんの凄さって。同じ位置を取らず、勝利呼び込んだでしょ。挙句の果てに、頑張って発電機を回すっていう方向。で、フェンミンの位置を回させようとしたでしょ。あれが頭脳プレイ。他の奴らは戦わないの。なんでヒロちゃんがすごいか、自己犠牲の気持ちでもわざとやってたりするんだよ。発電機バーンを。吊るした時ね。バーンはまあなんかミスとバーザとの半分半分。最後の後半の方のやつは本当にミスったけど。うん。これがヒロちゃんのプレイ。他の3人が願ってるのは何？自分が助かればいいっていう、そんな根性？みんな誰かが抜けてくれ、3人が抜けてくれ、私が犠牲になっても3人が抜けてほしいと願ってるんじゃない？俺はいつもそうだよ。心がナンバーワンの心ってこうじゃない？
誰が自分が救われなかったらムカつくことになってんの。チームが抜けてくれて心から喜べないんだったら、もうそもそもそれはチームじゃないんだから、助けに行く必要がないだろ。で、本当に願ってるんでしょ、抜けてくれって。普通の神経であれば。だから俺助けないんだよ。どっちにしろ助けなくていいんだよ、願ってるんだから。もともと助けに来なきゃダメだっていう根性のやつは助けない。だからいいんだよ、これで。ひろちゃんの凄さ。うん。もうこのね、ひろちゃんのプレイっていうのは、やっぱり、あれだね。聞いたでしょ？ドワイトとか、あれ動画見てればわかる。本当に本当のギリのギリで触り出してんの。遅いから。俺と対局なのはひろちゃん。いつも最前線戦ってんの。ここ一番にいないといけないのがひろちゃん。デッドバイのエース、スーパーエース。当たり前でしょ。動画見てりゃわかんだろう。自分犠牲にしてもやってんじゃん、結構。発電機回させるために努力して。うん。待って、当たり前。俺のヒルじゃん。うん。最後の勝負どこには、いつもヒロちゃんがいる。恐ろしいくらい、いつもヒロちゃんがいる。